オリオールズ藤浪晋太郎、移籍初登板でいきなり初球を本塁打被弾。オリオールズに電撃移籍した藤浪晋太郎投手、29が21日、日本時間22日、敵地のレイズ戦との首位攻防戦の0-2の7回、2番手で登板。いきなりシリに初球の 99.4 マイル、約160キロの外角高めの直球を左翼席に運ばれ、20号ソロ本塁打を浴びた。藤浪の被本塁打は7月14日ツインズ戦で0-2決勝ツーランを浴びて以来、今季7本目となった。それでも藤浪は後続の3人を3ゴロ、10ゴロ、空振り三振に切って取った。じゃあ、いきなりホームラン打たれてて草。BAL で優勝級秘書は草。挨拶代わりの被弾。果たしてポストシーズンまで生き残れるか。もうさすがだよ藤、最高のエンターテイナーさ。また話題を作ってしまうのか。やっぱりこいつエンタメの王やわ。お前変わらんかったな。話題作りにことかかなすぎやろこいつ。悪い球じゃなかったのにな。ほろ苦デビューやね。移籍すると経験値リセットされるんか。まあその後崩れることなく3人抑えてたし、事故みたいなもんやろ。ファーボール出さんくなったけストレスたまらんけいわ。皆さんは藤浪選手の初登板どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。